きましょう、はい、何が起こるかわからない火曜日お付き合いください。まずはプロが作る美味しい料理をご紹介していきます。手毛馬クッキングのコーナーです。よいしょ、はい、すごいからもう黒さん伊勢海老食いすぎじゃないですか。そうなんですよ。何週連続ですか。何週連続ですか。4週ぐらい連続でですね、はい、今回もこんなアレンジできるんだというお料理が出てきますので早速ご覧ください、はい、どうぞ。今回は達也川越宮崎の料理長でいらっしゃいます田口さんに教えていただきます。どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。さて今回は何を教えていただけるんですか。はい、今日はですね、まだ夏休みの残りのそうめんを使いました、はい、冷製パスタですね、はい、冷製じゃがいものポタージュ、伊勢海老のタルタル、焼きなすのジュレ添えです。わあ、出来上がりが楽しみですね。それでは早速作っていきましょう。伊勢海老のタルタルの材料です。伊勢海老1匹、レモン汁、エクストラバージンオリーブオイル、塩、それぞれ適量です。冷製じゃがいものポタージュの材料です。じゃがいも2個、玉ねぎ 150g、 そうめん1束、チキンコンソメ小さじ1杯、水、牛乳、生クリーム、塩、エクストラバージンオリーブオイル、それぞれ適量です。焼きナスのジュレの材料です。ナス1本、水 190cc、 そうめんつゆストレート 150cc、 板ゼラチン 6g、 小ネギ適量です。では料理長早速よろしくお願いします。はい、では早速最初に伊勢海老から火を入れていきます。はい、生のまんまで召し上がってもらうんですけども、ちょっとだけ火を入れた方が甘みを感じるので、ちょっとさっとだけ火を入れたいと思います。ちょっと暴れるので抑えながらお湯の中に入れます。はい、完全にボイルというわけじゃないんですよね。中はもう全くのレアですね。はい、はい、この程度です。はい、あっという間です。冷やします。ここと後ろの腹のところ、うん、この2箇所でくっついているので、はい、ここを外していきます。引っ張るだけですね、うん、腹の部分だけ今日は使っていきます。はい、この腹の方の柔らかい部分を切ってもらえれば身が外れます。はい、本当まだ透明感きれいに残ってますね。1センチ角ぐらいに切っていきます。最初塩ですね、レモン汁です、エキストラバージンオイルです。これだけです。はい、味付けの部分ですね、はい、じゃがいものポタージュを作ります。はい、どうしてもスープには粘りが必要なので、うん、今日はちょっとメイクインを使います。ただお家に男爵芋とかがあれば別に男爵芋でも構いません、うん、はい、はい、今日はピューレ状にしますから、うん、繊維がこう崩れるように、繊維に沿って切るとなかなか溶けにくいので口当たりが悪くなるので、今日は繊維に直角に切ります。今日は冷製ですのでオリーブオイルで炒めていきます。バターを使いますと冷えた時に口当たりにザラザラ感が残るので今日はオリーブオイルですね。はい、はい、ここに塩が入ります。これは味付けのための塩になりますか。いや、これはですね、玉ねぎの繊維を壊すために、塩を入れます。なるほど。このくらいしんなりしてきたらここにじゃがいもを入れます。はい、これは水などにはさらさずに切ったままをそのまま、はい、もうせっかくのでんぷん質がもったいないのでこれでとろみをつけます。はい、こちらの玉ねぎとじゃがいもどれくらいの状態まで火にかけておけばよろしいですか。じゃがいもがもう崩れるぐらいですね。ちょっとですね。さあ、それでは料理長、同時進行で何か行う、はい、ということですが、次はですね、そうめんを湯がいていきます。今日のそうめんはちょっと固めに、お家で食べるぐらいよりももうちょっと固めに揚げてください。はい、さあこれをすぐ氷水で冷まします。ジュレを今から作るんですけども、はい、今日は板ゼラチンを用意してます。この板ゼラチンは
ちらにある氷水で戻してください。水道水に直接入れるとまだ温度が高いのでゼラチン分が溶けて正確なゼラチン塊が出ないので氷水で戻すようにしてください。でこれはもう先ほどの伊勢海老と同じぐらいの大きさに切ってほしいんですよ。はい、そうめんつゆが沸いたところにお水を入れます。分量のお水ですね。はい、これを一度沸かします。ちょっと飲んだ時に薄いかなっていうぐらいでいいと思います。はい、ここでよく水分を絞ってゼラチンを入れます。もうこれは温かいままそのままで、はい、はい、では続いてお願いします。はい、先ほど煮込んでいたじゃがいもですね、これをミキサーで回していきます。このボウルの中で氷水で冷やしています。はい、今日は水塩というのを用意しています。これは単に沸騰したお湯の中にお塩を入れて溶かしたものですね。こういうのがあると便利ですよ。なるほどですね。ここでそうめんによくスープを絡めます。ちょっとお家でもかっこよく見せるために、はい、フォークにとってそうめんを巻きつけて、おこういうふうに、もうすでに普段知ってるそうめんじゃなくなってます。はい、でここに少しスープをかけてください。焼きナスのジュレです。はい、これを添えて、はい、出来上がりです。はい、素敵な一品完成しました。この冷たいキンという雰囲気と、あとこの伊勢海老が本当にもうお刺身状態、もう半生ですよね。そのプルプル感が何とも言えなく美味しいですね。これ別に伊勢海老じゃなくても、はい、白身魚でもいいですし、ちっちゃいエビでもホタテ貝とかでも全然構わないです。いや、今日は本当にびっくりしました。素敵なお料理ありがとうございました。ありがとうございました。達也川越宮崎の田口料理長でした。いかがでしたか。いや、まさかそうめんをああいう風に使うとは思わなかった、ね、もうみんなって言ってましたもんね。そんなことないけど、びっくりしましたよ。いやでもね、新しい使い方ですよね。余りますからね、結構そうめんっていうのは。そうそう、まあ、伊勢海老がメインで、はい、夏に残ったおそうめんなんかも一緒に、うん、使ってということだったんですけれども、伊勢海老に火を少し通すと甘みが増すということで、はいはい、ね、うん、でもあれご覧になりました、ちょっと通しただけで、はい、本当に身はまだ刺身状態みたいな半透明だった、はいはいはい、あそこをうまくね、皆さんボイルしていただくのがいいと思いますのでね。イタゼラチンですな。イタゼラチン、イタゼラチンって初めて見た。本当に。いたずらはしないですよ。いたゼラチン、いたゼラチンって何なんですか。要するにゼラチンが団長になったやつ、その方がお料理しやすいんですよ。そうそう、哲学みたい。分量とかゼラチンが粉末状のと板状のとあるんですよ。ゼラチンって何、まあ、ゼリーの元です。プルプルにほらナスが固まってたでしょ。終わった後聞いてもそれは時間がないから。何だろう何だろう、それ聞いてもそれは。トナミさん、ありがとう。すいません。というわけでね、はい、本当に見た目にもすごいキラキラしてて透明感があって、そしてそうめんが生クリームとかこうミルクタッチのそうめんってうわーって感じで美味しかったですよ。もう完全に別物になってましたからね。はい、でなんといっても手際よく進めるというのがポイントですので、皆さん、何かをやっている間にこっちをやるという感じでね、はいはい、段取りよくやってみてください、はい、さあというわけで今日もプレゼントいただいておりますのでご紹介していきましょう。こちらです。こちらフェニックスシーガイアリゾートより達也川越の、達也川越宮崎のディナー券をペアで一組の方にプレゼントいたします。ぜひ皆さんご応募ください。番組の最後でご紹介します。そして川越達也シェフプロデュースのジャンルにとらわれないイタリアン、宮崎の食材の味、食の文化を最大限に生かした極上イタリアンを、雄大な日向灘を眺めながらどうぞ皆さんお楽しみいただきたいと思います。は
はい、というわけで今日も美味しい一品ご紹介いたしました。はい、つけなかったじゃないですか。いや、すいません、ちょっと羽つけさせよう。言わんでよ、後でやってんのそれも全部。やるよ、じゃあ。というわけで今回も伊勢海老を使った美味しい料理ご紹介しました。手毛馬クッキングでした。では CM の後はシティトピックスです。いたずらちん、いたゼラチンです。